松葉杖松葉杖は、足が不自由な人の歩行を補助するための福祉機器、歩行補助機器。標準的な松葉杖は、杖の手の側が、松葉のように二股に分かれており、最上部の横着を脇の下に挟み、間に張られた持ち手を持って歩行する。こうすることで、普通の杖よりも体を支えやすく安定した歩行が、可能になる。ただし上半身の各部が健常で一定の筋力が、 あることと、相応のバランス感覚が必要とされるため、老人などには向かない。また、原則的には二本で使用されるものである。前腕武士字型の一種その他、歩行を助ける杖としては、足の部分が四つに分かれて自立すると足型、一般に使われている握りでが、T 字のものなど様々な形状のものが存在する。材質は木やアルミなどの種類がある。一方の松葉杖と、 反対側の歌詞を同時に前に出す動きを繰り返す。具体的に書けば、左足と右杖右足と左杖と、交互に足を運んでいく形となる。一方の松葉杖え、対側の歌詞、対側の松葉杖最初の側の歌詞、といった順で譜を進める。具体的に書けば、右杖左足、左杖右足、といった順番になる。松葉杖を両側同時に出し、 両足を引きずって松葉杖の位置まで持っていく。歩行器に近い形となる。なお、引きずらずに小さく跳躍するような形で杖の位置まで足を持っていくものを小ぶり歩行。松葉杖の先を支点として杖よりさらに前方に着地するものを大ぶり歩行とする。観測の症状が重い場合などは歩行に片足のみを用いる三点非化重歩法が用いられる。これはまず、 健常な片足で体を保持しつつ、両方の松葉杖を一歩前に進め、続いて、その二本の松葉杖を支えとして、健常な足を前に出すことを繰り返す。疾患のある側の足を持ちずに前進が可能である。観測の下肢にある程度の負荷をかけても良い、部分面化である場合は、観測と松葉杖を同時に前に進める動きと、検測を前に出す動きを繰り返す。 いわば観測の足を松葉杖で助ける形となる。ありがとうございます。